エスカ地下街は名古屋駅周辺に存在する地下街の一つ。新幹線地下街エスカとも呼ばれる。名古屋駅の新幹線口である西口駅前広場の地下に設けられている。運営は株式会社エスカが行っている。なお、エスカはそれぞれの頭文字から来ている。エスカ地下街は1964年の東海道新幹線開業に伴い、 名古屋市中村区椿町に整備された名古屋駅西口駅前広場の地下に設けられた地下街である。名古屋駅の新幹線改札口から最も近い商業施設であるため、土産物店が並ぶコーナーや味噌カツ、味噌煮込みうどん、吉麺、名古屋コーチンなどの名古屋飯を食べられる飲食店街などが整備され、観光客に便利な地下街となっている。地下街の構造としては、 ほぼ同じ時期に建設された JR 名古屋駅東側の地下街、ユニモールと同様に地下1階部分が店舗フロア、地下2階が公共駐車場となっている。JR 名古屋駅のコンコースの地下に所在する名古屋市営地下鉄桜通線名古屋駅と地下街、ファッションワンを経由する形でユニモールと連絡しているが、このルートは名鉄電車や 地下鉄東山線の線路をくぐるなど上下道を多く、要するので、駅東側の地下街との連絡は通常は、名古屋駅のコンコースを通行することとなる。名古屋駅西口を出て、すぐのところにエスカレーター付きのメインの入り口がある。名古屋駅西口前を南北方向に走る、指導椿町線を越えた西側に位置する、 ビッグカメラやカワイ塾といった施設へ向かう際のルートとしても用いられる。2009年から地上デジタルテレビ放送及び AMFM の放送が受信できるようになった。また2013年から YMAX や交通系電子マネーが利用可能にもなっている。2016年 SKE48 が SK45 スコーホー大使に就任する。この関係はその後も続いており、 翌2017年は、この気持ちエスカレート、ワンダ、エスカ。みんなで作る46ススと名打ちメンバー全員で、キャンペーン。2018年は、若手中心メンバーの小畑優奈をメインビジュアルに起用し、吸引力エスカと名打って、関係を継続する。ありがとうございます。